はい皆さん、お待たせしました、えー、交通系セッションと、ね、今,今回は早々と皆さん申し込みいただきましたありがとうございました、えーとですねはい、タイトル、じゃあちょっと出していただけますか、えー、進化拡大する電車内サイネージと鉄道国におけるデジタル化の行けということで、えー、今日はセッションをやりたいと思います。 えまず最初にですね本の宣伝でございますえーマーケティングラボ部会あのコンソーシアムが作りましたデジタルサイネージ2020えーこちらでございますえすぐそこのところで2000円で売っておりましてデジタルサイネージの書籍の決定版でございますが今日は皆さんお買いになった後ぜひお求めいただければと思いますえ私は今日本日あのモデレーターありますえコンソーシアム理事の吉田でございますよろしくお願いします、はい、拍手あ違いすか <laughs> えー、あの昨年は基調講演なんかもやらせていただいたりですね広告の専門誌の宣伝会議なんか連載持っているものでございます、はいえー、それでは本日、ご登壇の皆様のご紹介と同時にですね皆さんの各媒体者である、えー、扱っているデジタルサイネージの媒体についてはどんなものがあるかというのをご紹介順次いただきたいと思いますそれではまず JR 東日本企画の山本さん、はい、よろしくお願いします。 おはようございます、えー、本日はありがとうございます JR 東日本企画の山本ですそれではあの本当に数分ですけれども弊社のデジタルサイネージご紹介します展開事例まずあの皆様ご存知のトレインチャンネルですねおかげさまで2万7000面弱ぐらいに今なっていますこのこのマクカリメッセ会場の京葉線にももちろん入っておりますが直近では常磐線なんかにも入ったりしています で売上上あもおかげさまでずっと右肩上がりで伸びてきておりまして、えー、今これ、撮影してよろしいんですか大丈夫ですあの、78億円ぐらいですね、えー、直近前年度の売上が、えー、約80億弱までなんとか伸びてまいりました、ありがとうございます、はい、で今度、駅の方に参りまして、えー、J アドビジョンと私も呼んでますけれども、駅の柱に縦向きに置いているものですね。 こちらも今460面ぐらいに増えてまいりました、まあ、皆さん、よくご承知だとご存知だと思います。 でこちらの売上、えーまあ上げ、ご承知のように2011年度に節電の関係で前年割れしましたけれどもそれ以降、なんとか売上げ盛り返してまいりまして直近2015年度18億強で売り上がっております、はい、でこちら、ちょっとあの弊社のちょっと特徴といいますかあのオリジナルの仕組みなんですけれども。 あのご承知のようにデジタルサイネージの配信システムってメーカーさんごとに互換性がなかったりしますで車両で使っているシステムと駅で使っているシステムがバラバラだったりしますでそういったのを円滑にコントロールするために、まあ、3年ぐらい前になりますか私どもこの統合配信システムというものを自社オリジナルで開発をいたしまして でワンストップで異なるメーカーさんの配信システムに配信ができるということでこれが稼働し始めてから配信事故といわれるものはほとんどゼロを継続しておりますで他の会社様にもライセンスとしてお使いいただいておりますこの辺ちょっと私どもの特徴ですこのリアルタイムコンテンツ配信システムはこのあので非常に重要な役割を示しますので、えー、よろしくお願いしますはい それでは直近のトピックスをいくつかご紹介しますこれは皆さんもご承知と思いますけれども昨年の11月末から山手線で量産先行車というんですね E235 系という山手線の新型車両を今も走っています。一編成だけです でこちらは何がポイントかと申し上げますといろいろポイントはあるんですけども広告的なポイントといたしましてはあの窓,上窓の上にこの写真で左下になりますデジタルサイネージを3面並べて従来の紙から大幅にデジタルに舵を切ったそういった車両になっています、また右下の写真になりますけれどもあの車両と車両の間のドアの上にもサイネージがついています。 ですからまあお乗りいただくと一目でわかるんですけどちょっと近未来的な新しいイメージの車両が今走り始めたのがまずトピックスの一つ目です、はい、で次があのこの3月4月に開業いたしました新宿駅の新南口で、まあ、上にバスターミナルができたりしましてかなり話題になってますけれどもこちらに J アドビジョンの公衆街道改札という八面を設置いたしましたのと あと、えー、ちょうどこの甲州街道に面した壁面、ですね写真の右側です、球、えー、面のマルチをつけてます、これちょうどあの横断歩道の正面になってますので比較的よく目立つ位置についてます、ぜひ新宿駅にいらしたらあの商業施設と一緒にこういった広告媒体もご覧いただけますと幸いです最後のご紹介になります。 もう一昨年ぐらいからですかねあの首都圏以外の特にローカル新幹線停車駅例えば盛岡、仙台、新潟とか水戸とかそういったところにサイネージを増やしておりまして縦向きの J アドビジョンと横向きでついている J スポットビジョンという2つのブランドを作りましたで今現在ですと地方、首都圏のぞくです、ね、縦向きが約100面弱それから横向きは20面 ですからあの皆様地方においでになって JR の駅新幹線おりになるとこういったサイネージもついておりますのでぜひあのご確認をいただきたいと思います。簡単ですけど弊社のご紹介とトピックスは以上です。どうもありがとうございます。はいありがとうございました。続きまして東京メトロのですねデジタルサイネージのご紹介をメトロアドエージェンシーの小杉さんにお願いしたいと思います。よろしくお願いします。 メトロアドエージェンシーの小杉と申しししまますすよろしくお願い,いたしますそれでは東京メトロのデータサイネージをご紹介したいと思います今使ってますサイネージが全部で5種類あるんですが車内ビジョンは広告用と業務用と併用してございますがそのほかに駅の構内のビジョンが広告用が2種類。 ホーム上の横型の丸の内線のサイネージとそれから今16駅で展開しています駅構内の縦型のコンコースのビジョンというものを展開しておりますそれから業務用の方は各駅についている改札口のディスプレイとそれから上野駅の沿線側のホームで今、試行的にやってますホームデーサイネージというものを展開しております。 でえーまあ、ここ10年、一番古いもので2008年から導入されてますのでここ10年で特にこちらの東京メトロビジョン、えー、車内の再燃につきましては、えー、昨年度の末で1万面を超えておりますで現在、えー、メトロの車両の編成数が333編成ぐらいあるんですがそのうちの約50%をカバー。 銀座線に限りましては線形という黄色の電車これが今年度中には全部カバーされるということになっていますそれからその後に日比谷線それからまだ入っていない南北線等も入れて最終的には全路線で入れるようなカバーをして考えておりますそれから駅構内のサイネージこちらが現在16駅で展開している縦型のサイネージで 主要駅のところに銅線に沿った形で広告面が出るような展開をしているサイネージになりますそれとこれは構内のサイネージに少し先駆けて作りました丸の内線の6駅そちらのホームの対向壁のところに横型のサイネージをつけてこれは6駅72面ということで展開しております で特に、えー、今年の新しい話題としてはメトロの場合ですとなかなか駅構内がそれほど広くないのでどうしても改札周辺にサイネージがまとまってつくという傾向があったんですが。 JR さんの品川とかそれから東海さんの名古屋とか羨ましいなと思っていたんですがメトロのほうでもそういう通路が1箇所ございまして新宿三丁目の駅から新宿駅のほうに向かうこの通路のところに16台の32面のサイネージをつけて今年の4月から販売開始ということで現在、好調に推移しているところでございますでじゃあその売り上げがどのくらいなのかというのがこちらの表でございます まず、車内と駅についてご説明分けてご説明したいと思うんですが車内ビジョンの場合は2008年の6月から始まりまして傾向としては有楽町、副都心線から始まって銀座線、丸の内線へと都心部の中へ中へというふうに拡大が広がっていますので、まあ、好調に推移してネットワークが広がっているということで先ほど申し上げましたようにすでに台数としては1万画面を超えて 売上も21億、弊社の交通媒体全体の売り上げが160億ぐらいありますので大きなシェアを持つ媒体に育ってきているということでございます。 それから駅の方こちらの方も震災の時に駅の消灯とかありまして若干落ちているところはありますが MCV というコンコースビジョンこれをつけ始めてから最初4駅から現在16駅まで拡大しておりまして右肩上がりにこれも順調に伸びているという状況でまさにサイネージ様まといった状況でございます簡単でございますがメトロのサイネージのラインナップをご紹介させていただきました、はい、ありがとうございました。 この売上数字は本邦初公開になっておりますので何、えー、とかお願いしますつっ,ってやりましたのでこれだけまあ実際に儲かっているということでございます。はい続きまして、えー、小田急電鉄のお媒体を扱ってます小田急エージェンシーの森田さん、はい、よろしくお願いします。はい、えー、小田急エージェンシーの森田でございます。よろしくお願いします。えー、っとあの JR さんとかメトロさんに比べるとちょっと小田急的にはスケールが低いんですけれどもあの我々も。 えとようやく一昨年度末ですね、えー、と導入して15か月ぐらい経った、えー、車両ビジョンなんですけれども。 おかげさんで今のところ順調に導入進んでおりまして20%を超えるような数字でなかなか前年比がまだ取れないんですけれども3月から5月で比較すると1.5倍ぐらいになっているというようなところで非常に数字としては順調なスタートを切ったというような状態ですねで YMAX で配信しておりましてあの ちょっと売り方も、えー、と我々、後発なので少しこう変えたりあのデータ入庫ができたりとかあと 15, 15秒単位ではなく、えー、と15秒にプラス5秒でこうできたりとあのウェブ系の、えー、と素材なんかもちょっと視野に入れた入庫スタイルを取っているというのが特徴でございます、はい、であのなかなかあの訴求人数も小田急としてはやっぱ少ないというところがあるので何かこう特徴を出したいということで えっと、実はオリジナルコンテンツというのをえっと開発しております。あのー、ニュースとか天気とかいうところにも当然いります。あの入ります。し、えっ、ー、と曖昧な曖昧でこうジングルガーリンですね。まこういった沿線の情報をえっとモチーフにした。ちょっとこう。可愛らしい。キャラクターで。 ちょっと他社さんとの差別化をこう図っていきたいなというようなことをえっとやっております。これはあのシーズンごとにいろいろ作っているというような状態でございます。で一方あの駅の方ではですね、2010年のえっと下関からえっと新宿駅を中心にえっと導入を進めておりましてえっ、ー、とおかげさんで稼働率はですねえっ、ー、と順調に右肩上がりでですね担当はえっといつ前年割れするんだというようなえっ、ー、と別の意味のプレッシャーにこう追われているというような状況ですがえっ、ー、とデジタルに関しては非常に順調に推移して ていいるととううようなところでございますであとなかなか知られてないんですけども実はあの小田急の下北沢駅というところに、えー、といわゆるホームの向こう側今までいわゆる駅の看板がこうあったような位置なんですけれども実はそこにも、えー、とサイネージを入れてございますなかなかこう販売が苦戦しておるんですけれども、まあ、デジタル化しているというようなことで、まあ、作業所の安全とかあるいは入港 いろんなところであのこれから新しい可能性がこう見いだせる媒体ではないかなというふうに我々としては期待しております。あとそれ以外にも、えー、と我々、主要駅に、えー、とちょこちょこと,、えー、とサイネージをつけておりまして、えー、と左側がステーションビジョンというもの。 これはまあどちらかというと、我々われ小田急としてはです、ね、地元のお客様にご利用いただけるような媒体になればいいかなというふうに開発しております、で右側はです、ね、これ他社さんでも運行、うん、情報ディスプレイって、いわゆる電車が遅れてますとか止まってますとか、振り返してくださいみたいな、そういう案内板があると思うんですけど、その隙間を使った広告媒体というのも販売しております。 あとこれも意外と知られてないんですけど、まあ今、新宿で南口が暑いということで南口に実は小田急の商業施設がございましてそこに大型ビジョンというのが設置しておりますのでこちらも我々、小田急で扱っているというような状態です。 あとこれもえ昨年度からえと始めたものなんですけれどもえと小田急の海老名駅と JR 相模線の海老名駅をこうつなぐえと海老名市の通路がございましてその先にはララポートというあのかなり目的をあってこうあの来場される方が多いようなエリアにもですねまあこういった形でえと動く歩道の上部にえとこういったサインネージをつけて我々、小田急の方で販売をさせていただいているというような状況でございます。はいいありがとうございました え皆さん、あのー、 特に今回、デジタルサイネージの中の電車、鉄道高校におけるデジタルサイネージということで考えているんですけれども、ご覧のように、まず電車内のデジタルサイネージの面数が、ですね全国、まあ、大体ざっと計算しますと、5万面を超えているという状況ですので、やはり面数が多いということが、高校需要を支えているんじゃないかなと思います。1番がが JR さささんんんメトロさんで小田急さんがここれれれからまた伸ばしていいくととううようなところでそれぞれの特性 あると思いますけれどもありますちなみにこちらに出向する高校医師さんのです、ね、これ東京地区だけなんですけれども東京の JR さんとメトロさんと東急さんの。 電車内、サイネージをやるまや、あ、トップがパナソニックさんが一番よく利用されているとその後日経新聞さん三菱関さんとかサントリーさんとかですねいわゆる大手の広告主さん中心ですあ、ね、メディアミックスの中でテレビ媒体なんかと一緒に使われているという傾向が見て取れるんじゃないかなと思います。まあ、移植なのはですね13位にある東京都さん 東京都さん観光庁さんの中の東京都さんがですね、えー、非常によく使われているというのは意外な面じゃないかなというふうにあのメンバーと話し合ってたところでございますけども東京都の水道水とかですね、えー、いうのが皆さん、あ,のあれ多分テレビは MX テレビ以外やられてないんじゃないかと思うんですけどね。えー、というようなところでございます。はい、で山本さんね あのトレインチャンネル、まあ、非常に人気で歴史もあるんですけれども広告媒体として非常に人気の成功している要因というのをちょっとえここで改めて教えていただけると思うんですがよろしくお願いします。はいあの 電車,車内のデジタルサイネージトレインチャンネルは2002年からもう動き始めてますからもう14年ぐらいですかねあのいろいろ代理店様、広告会社様からご意見を伺うと、まあ、こちら書いてありますようなあのご評価をいただくことが多いですやはりあの、面数が圧倒的に多いということとそれからあのやっぱりご覧になる方が実際とても山手線、京浜東北線、中央線とても多いと。 あのまた、電車の中ですからやっぱりお客様立ち止まっていらっしゃいますので15秒、30秒1分のコンテンツもご覧いただけるそれからニュースとか天気予報とかそういったあの広告以外のコンテンツももちろんございます。 それからあの特に車両のサイネージで特徴的なのはあの右側画面と申しますか右側あの業務用ということで次の停車駅とか電車が遅れているとか、まあ、そういった情報が出るんですけれどもそういったところがやっぱりキラーコンテンツとして皆さんよくご覧になっているのでやっぱり広告画面も同じようによくご覧いただけるとそれからあの、よく広告会社様も申し上げますのがやっぱりクライアント様にこのトレインチャンネルをご提案いただくときに説明が不要だと。 あの皆さんご存知だということで非常にその販売しやすいという意見は多くいただきますそれから、やはりトレインチャンネルですとあの例えば JR 西日本にありますウエストビジョンさんと連携でセット商品をしたりということでいろいろネージ販売連携がされていることも広告商品としての強みの1つかなという,ふうに伺っていいますはい、ありがとうございます。 まあこれ電車内の風景勝手にあの撮ったんですけども、まああの見てる方も結構いるんじゃないかなと思います、えー、ただ、ですねあの電車内のサネジあのテレビ CM を使っている高校の人さんは非常にあるんですけども音がないとかいうことはあるんですけども、えー、テレビ CM と違う表現をされている高校野手さんを改めてご紹介したいなと思います。はい えー、こちらパナソニックさんですけども日本で一番あの電車内のデータサネージ使われているというところでございますけど昨年の基調講演で,です、ねえー、お伺いした話なんですけども、えー、オリジナル番組提供型 CM というんですかねこちららをややれてやると CM だけでなく情報番組とセットで放映をされているこれを昔からやられているということですけれども番組への関心が CM の強化につながりそれが商品への興味へをつなげるこういう流れをやってるんだよというふうに言われましたで目的としてはリーチ拡大理解促進販売営業支援強化というところでございますけれども主にあのビューティーカテゴリーの商品に市場に使われているというと ということでございます。えー、山本さん、これあのジェイキさんの方でですね、オリジナル番組型提供型 CM っていうのは、えー、もうずっと人気なんですよね。不動不動の三社と言われているぐらい。 そうですねあの、かなり昔から、こういったあの、昔はインフォーマーシャルとかいろんな言い方をされてましたけども例えばあの、の一口知識ですとかクイズですとかと連動したコマーシャル、CM というのはあのかなり昔からあのやらせていただいておりましてあのとても今あの、お使いいただいている広告主様にも評価をいただいています。はいえー パナソニックさんはいろいろなあの雑誌、テレビそのビューティーボーチェというあのテレビ番組とかですね番組のウェブサイトとかえ自社サイトとリンクさせたりですねこういうクロス的な展開をされてですねこれはあの宣伝部の方もこういうのいいよねみたいなあのお話をされたりいうことでまあサイネージをいろんなメディアの中の1つとしてですねえメディアミックスの中で使われているということが言えるんじゃないかなと思います。ね でメトロの方でもやはりオリジナル番組型のやつ小杉さん、あのちょっとこちらもメトロもあるぞというところでこちらはですねもう小生さんの方で5年以上にわたってずっと使っていただいている例なんですけれども毎週週替わりで美人の秘密ということで美にまつわる豆知識これを60秒で番組として流しています。 でその後、その美にまつわる知識に関連した商品の広告が30秒流れるという仕組みで広告の連動した訴求効果を図っている展開で最もうメトロの風物詩として皆さんに親しまれている展開でございます。私も挑戦、えー 実際、これあのメトロビジョンでは音は出ないんですけどもウェブと連動してですねウェブサイトにこれアップされているんですねで大概、電車内のデジタルサイネージのこういうコンテンツはウェブ自社サイトなり,なりと連携してえ出すというのがまあパターンになっていらっしゃいましてえこういうまあメディアミックス的な展開をするということで4月からローラさんになられたんですね。 でこの後、まあ、日焼け止めについてのいろいろあってやはりこの商品と関連するあの一口知識ですね、えー、をやると共感を呼びやすい、えー、やり方なんじゃないかなというウェブの方でもですね、あの最近はあのコンテンツマーケティングなり、えー キュレーションメディアでこういうことをやられたりとかですね、あのー、やってると思いますけども綺麗になるって嬉しいね、えー、電車内のサイネージでもこのようにやるということがあ増えてる非常に人気が増えてるということですね、まあ、ご覧のように Q&A 形式の電車内の表現というのが今非常に増えております、えーまあ、あの任天堂さんのオタの60部講座を、ねえー、昔からやってますけどもお、えー、小中さんも松岡修造のスーツ魂とかですね、えー、今週はあの 国際講座なんてね、えー、をやられたり、日経電車版であるとか、えー、小中さんあ,あとですね、エンジャパンさんの転職 Q&A とかですね、まあ、このような形、もう原点は私は、そのこのこ日常圏さんの四角い頭を丸くするシリーズではないかなというふうに思っておりますけども、こういう電車内でやっぱり試作にふける時間なので、それに合うのがこういう Q&A 形式のものかなというふうに思います。はい コンテンツ型広告をですねまとめますと、まあ、こういう尺度になるんじゃないかと商品との関連性を右側左右にとって縦軸で共感度を立つとやはり右側の上にあるものはよりあの商品と結びつくて購入にもむあの、えー、結びつけられるんじゃないかなというふうに思います、はいはい、次がですね山本さんこれ、えー、指数連動型広告ですね。えーはい、これについて はいえー、もう一昨年ぐらいからですかねあの先ほど配信システムのところでリアルタイム配信コンテンツ配信システムという、まあ、あのところがあったんですけれども例えばニュースとか天気予報とか まあここからあるライブな情報をで,すねあのできるだけタイムラグなくサイネージに配信するというシステムを介しまして例えば熱中症ですとか乾燥指数ですとか汗かき指数ですとか洗濯指数ですとかビール指数ですとかわりああと春夏秋冬いろいろな指数があるんですけどもこれと、えー 商品を組み合わせて情報のように見えるんですけどやっぱりそれに関連した商品の広告も兼ねているとこういった指数,連動指数連動型広告というものが一昨年ぐらいから少しずつ増えてきまして今現在ではかなり定番として私どもさまざまな毎月とは言いませんけれども年に何回もこういったその季節に合わせた連動広告を展開させていただいています。 えー、メトロさんの方でもでも今年やったものをご紹介いただけるということで、えー、お願いしますそれでは駅の事例をご紹介したいいと思いますで、えー、交通広告、まあえー、外出中に触れる媒体ということでやはり花粉症ですとかそれから、えー、紫外線の指数ですとかそういったところが非常に電車とか利用される方は気になるところであるんですけれども、まあ、そこにですねこういった形でこちらの例は対処製薬さんの例なんですが。 今日の花粉指数ということで1から4までレベルを出してで、まあ、今日は花粉が飛びそうだなとかいうところにその後にこのパブロンの CM が入ってくるということで非常にそういったことでお悩みの方には早急評価の高いという仕組みになっておりますそれと同じように今度はこちらは紫外線の方ですねやはり夏場になりますと紫外線が気になってまいります でこちらの方は JR さんとも連動してやらせていただいていますので千葉、埼玉、東京、神奈川と1都3県こちらの紫外,情報を紫外線情報を出してその後にこちらの方の広告商品でありますイオンエフェクター紫外線対策に適した化粧品こちらの方の化粧品含めるビタミン C を角質とその結取る機能をしているということでパナツクス様の広告が。 流れるということで非常に関与度の高い展開となっておりますでこちらは現在展開中のもので布団のジメジメですね布団掃除機の広告と連動してやってますでこれは今月いっぱいメトロの特に家電製品の量販店に近い駅で展開しておりますので皆さんお目に触れる機会もあると思いますがご覧になっていただければと思いますはいありがとうございます え続きましてですね鉄道高校におけるデジタル化あこれは今後どうなっていくのかということについて、えー、お話を伺いたいと思います、えー、小杉さんあのー、最近新宿駅のですね、はい、えースーパーあの例の場所と業界では言ってんですけれども、はい、あそこでのデジタルサイネージを使ったイベント展開が非常に盛んだというところで、はい、えお願いします東京メトロの新宿駅の丸の線の上のところにまあ、メトロプロムナードということで新宿の西口と東口を つないでいる通路があるんですがその西口に近いところに東京メトロとしては大型の媒体 B0 ポスターを20枚貼れる媒体が4面設定されていますでそこがあの毎週週替わりでいろいろなイベントの展開も連動してできるので非常に関心の高いところでございましてイベントと連,連動した件数が昨年の実績でいうと37件ございました。 で少し歴年でお話をすると25年には16件そのうちデジタルサイネージを使ったものが4件それから26年には16件のイベントでデジタルサイネージを使ったものが6件それから昨年度につきましては37件のイベント中デジタルサイネージを使ったものが16件ということでかなりこのイベントの中にサイネージを投入してくるというケースが増えています。 でそれも初期の頃は映像を映すのみという展開だったんですが最近はインタラクティブな試みということでそれを実際に通った方が体験できるような仕組みのものもいくつかございますのでその事例をいくつかご紹介させていただきたいと思いますこちらは昨年の7月から8月にかけてディズニーシーのハロウィンのキャンペーンということで昨年のハロウィンの主役をヴィランズという。まあ デジの中で悪役にしようということでサイネージがこの大きなポスター弁のところに全部でこの鏡型の5箇所がついていますでその前にこう立つとあなたのヴィランド指数ということであなたの悪魔度はどのくらいありますかというような数字が出てその悪魔のコスチュームに変わった映像が流れるという展開で。 時々こ悪魔指数が100%というのも混じっておりましたという形で SNS でつぶやかれて拡散していくという展開の事例でございますでこちらは去年の11月ですねあの住友生命さん、まあ、保険ということで人生のリスクをヘッジするための保険商品ということでこちらにあのウェアラブルの,このゴーグルをこうかけて見ると 実際にどんなリスクがあるかということでエージェントの人に殴られたり恐竜が出てきたりドローンが飛んできたりとさまざまなリスクが疑似体験できる仕組みになっていますでさらにその人が実際にどんなリスクを体験しているのかというのをサイネージでもご覧になれる仕組みになっていますで例えばこの人が殴ります ドローンが飛んできますで、えー、恐竜も出てまいりますこういったいつ起こるかわからない怖い体験をまあ共有してやはり保険は必要だなということで保険商品の告知につながるという展開でございます すみません時間ないんで <laughs> このぐらいでわかりました。あ,あとこちらあですね。あのそうですね。あの追う五月に展開した事例で、えー、ビールのか、うん、デザインの中に自分の顔が写って、えー、それを SNS で投稿すると、えー、そういったビールとの引き換え券が無料でもらえるというこれもインタラクティブな仕組みでございます。 そのビールの引っかかりをしたのが実は小田急さんの百貨店前のイベントスペースだったというところで両者が連携したというそうなりますよね。ありがとうございました、えー、ということで、あのー、これオリエンタルランさんの,この作り方皆さんきいいですよねこの背景が、あのー、鏡サイネージを鏡型にするなんてなかなか。 ああいいかなというあのこのセンスがねやはりいいかなともう一つはです、ね、あのスタッフの、まあ、キャストですかの方にです、ねえー、1日何人ぐらいやられてますなんて聞いたらです、ね、いや私どもはあの人数をたくさんやるんではなくて。えー あの早く人を裁くよりもおもてなしの心で一人一人との,あの接点をすごい大事にしていきたいというようなあの現場でそんなお話がありましてですね、えー、すごくそういう考え方があの末端まで浸透しているのはすごいなというふうに思いましたなかなかこういうのはとにかく数はいくらだという、えー、KPI がお持ちなんですけどオリエントランクさんそうじゃないというところはですね、えー、各社さん学ぶべきことかなというふうに思いました。はいえー、以上ですねはいじゃあ えー、小田急さんがですね、えー、デジアナログとデジタルを駆使してやった O2 への取り込み、えー、これをちょっと今回あの実績データも含めてですねなかなかあの公開してくれないんですけども今回は公開していただけるということで、えー、よろししくお願いいますはいはいえー、そうです、ね、あの我々あのこういった仕掛けをですねどんどんやらないと。 なかなか数では、まあ、先ほど言って通り JR さんとかメトロさんにかなわないんで、まああので新しい仕組みをどんどんこうやっていこうということの、えっと、実験を、えっと、行っています、これはのちょっと下の写真を見ていただければ分かるんですけど左側がいわゆる普通の駅張りポスターなんですけれどもその駅張りポスターに実はボタン、あの本当に実際にちょっと膨らんでいるような形になってまして。 このボタンを押すと、ですね、その右、ですね、えっと、スマホの方にですね、ポップアップメッセージがこう上がってくると、で同時に音声も、えっと、もちろん,あのなんだあの音声をオンにしてればあの聞こえるというようなことで、今回あのアニメ、コミックアニメの、えっと、コンテンツだったんで、えー、キャラクターボイスとしてあの有名な声優さんを使った、えっと、音声メッセージというのを配信したというようなことです。で音声メッッセージをタップするとそのまま、 ツイッター、Twitter、につぶやけるような、えー、と画面が、えー、と起動されるというような状態ですで,、えーと後でえー、そのあとでウェブサイトに行くと、えー、こういったあの得点画面がもらえるというような得点もつけたというような仕組みでございます、えー、4週間、えー、小田急の市を駅でやったというようなことですであのこれが実際の,あの結果でして、まあ、もちろんやっぱり数は圧倒的に実は新宿が多くてですね あの下の合計欄を見ていただくと,、えー、とボタンオーカログというのと,、えー、とページ閲覧ログというのに分かれておりますけれども、えー、とまあ実際にこうボタンを押した数の、えー、と約2倍ぐらい。 実はあのページに見てるというようなところなんで、あの単純にその場でのえっ、ー、と効果に限らずですね。まあ、その後もえっ、ー、とそっちのホームページを後から見るというような効果もあったというようなことで、まあ、逆に言うと液張りのえっ、ー、と価値をこうより一層高めるようなことができたのかなというふうに思っております。はい、これが2倍になったというようなことですね。はいでえーと一方ですね。あのー、実は4週間えっ、ー、と展開してたんですけれども。 あの反応があったのはもう最初の5日間ぐらい、駅、まあ、バレポスターって普段 1, 1週間で売ってるんで、まあ、当たり前っちゃ当たり前なんですけれども、もう後半の方はちょっとあの何のリアクションもなくなったというような状態で、まあ、こういったことも逆に分かったというようなことで、例えば長期間やるんであれば、コンテンツを工夫するとか、内容を変えるとかっていうことが、えー、とこういった場合、必要かなということが分かりましたということです。でえー、と実際にいいいこと悪いこと悪っててくつかありまして えっとまあいいこととしては、駅貼り効果がこう可視化できたって、これ、なかなかえっとデジタルをかまさないとできなくて、実際のこう数値化できるっていうのは非常にありがたいかなというふうに思って、我々としてはこれを目的にやってたんで、あ,ありがたいかなということと、今回、そんなにツイッターでつぶやかせるっていうのを、あんまり重きを置いてなかったんですけれども、やっぱりあのツイッターでこうつぶやくと、そのフォロワーが見てっていうような状態になるんで、極端なこと言うと、小田急線の駅を利用してない。 だろうな東北の人とか九州の人にもこう広告をこう展開できるっていうまあ入り口は小さいんだけれどもこう展開が大きくなるというようなことがまあ駅張広告の可能性を広げることになるのかなということあとはまあ単純にこうボタンを押す面白さっていうのがこうあの提供できたかなということですで一方、マイナスなところもちょっとあってですね 吉田さんちょっと、はいあのまあ、先ほどあった通り新宿が圧倒的に強くてっていうところがあったんですけれども我々、上古人院をベースに実は広告料金って設定してるんですけれどもその料金以上にこう差がついてしまったとこの料金適正なのかというようなところがちょっと感じられるかなというようなところがちょっと一部あったりしたかなというようなところですねあの一番右にあるのが駅等級て言いまして我々の,あの広告の料金を決める基準の数字になってまして 例えば町田とか海老名って実は我々 A ランクとして設定してるんですけれどもちょっと数としては少なかったのかなというところが我々の反省点ではあったのかなということですで一方、先ほどの表であった通おりまあ長くやってもダメだねっていう,ようなあの期間後半無反応の日があったと。 いう,ようなことだったりとか、あとこれあのウェブサイトでも告知してたんですけれども、ポスターの設置場所が分かりにくかったこれあの例えば新宿駅であると、あの小田急も当然ありまして、ね、京王もあるし、JR もメトロもあの新宿駅っていっぱいあって、その中で小田急の新宿駅って言ったところで、あの場所もいろんなところに複雑にこう駅の作りがなってるんで、ちょっとその辺が分かりにくかったのかなというのはあの反省でございます。で、まあただあの、まあ、こういったことができたんで、今後はやっぱりまあコストを精査しながらあの繰り返しこうやって っていいきたいなということとあの今回はこういったコミックアニメのコンテンツだったんですけれども、まあ、駅張りと親和性が高い不動産とかあるいは小売業とか、まあ、そういったところの業種でこうやって何かこう違いが出るのかということだったり、まあ、あと期間はやっぱり絞り込んだ方がいいんじゃないかというようなことだったり、まあ、ツイッターでこうつぶやけるというせっかくの,、えー、ととあの特徴があるので。 特典画面とかあるいはクーポンを発行する場合にはあのツイートした後にこうあのにそれを特典が受け取れるみたいな、まあ、そういった工夫が必要かなというのを感じました、はい、あと,、えー、と、これはもう1つ、えー、と新宿駅で、えー、とビーコンを使った、えー、と実験を行いました、えー、と改札付近にです、ね、あのビーコンを設置して、えー、と改札付近を通ると えと上の一番左の画面ちょっとご覧くださいあのこういった形で、あのー、通知が来るという,ようなことでその通知をタップすると,、えー、と今はなんとかがもらえますよみたいな形で。 えと実は5週間、えー、とメーカーさんに協力していただいて、えー、と宣伝会議の、えー、とオーツオーマーケティング研究会というところに、えー、と我々、大岳エージェンシーとして参加させていただいて、まあ、フィールドの提供を行うとでそこの研究会に参加しているメーカーさんが商品を提供するというような仕組みで、えー、と行いましたで、えー、とまあ改札を通ると通知が来てそのままえと歩いていくと,、えー、と売店の近くにまた反応して 実際にあの受け取りますかというような形で流れていって受け取りますというような形で実際に、えー、と駅売店のスタッフから商品をもらうというような形で行いましたで、えー、と実際あの結果を、えー、と記載しておりますがあの今回モニターをちょっと使って行ったんであのでアンケートを取りましたで えっと売店の利用頻度どうなんですか？って言ったらまあ、非常に向上したやや向上した向上したというので、まあ、約6割ぐらい達成したとで。まあ女性の方が若干多いというのが特徴ですね。で、次の範囲、はい、でえっ、ー、と今後アプリこういったアプリの利用意向ってどうですか？っていう話も聞くと。 まあこれ予想以上で、ま約9割がやっぱり利用してみたいというようなことで、こちらもやはり女性の方が若干92.6という形で女性の方が若干多いというような結果になったということですね。で、えっ、ー、と次のえっとスライドいってください。で、じゃああのどんなサービスを期待してますかというようなアンケートに関しては、まああの今回行ったようなですね、まあお得情報クーポンを含んだお得情報情報がやっぱり欲しいんだという声が圧倒的に多かったというようなことでした。はい、ありがとうございます。 ビーコンというのは商業施設含めてですね今後、日本でも実験的にやられている各社さん多いと思いますけれども駅構内においてもですねこのようなあって実際、利用意向が高いという評価が出たのはすごく大事かなと JR さんもメトロさんもそれぞれ本体の方でやられたりしていると思いますけれどもあ、ね、これが広告的に今後どうなるかというのは研究されているということですので。 まあどうでスマホとの連携というのが1つのキーワードになってくるんじゃないかなという,ふうに思います、まあ、各社さん、皆さん考えているということだそうでいすね、はいえー、それではさあとこちらはいいのか、えー、最後、ですね、えー、鉄道庫におけるデジタル化の行方の中でですねメトロさんの今後ですが、えー、これがちょっと今回初,初公開ですか。 ででもないですか <laughs>、えー、日比谷線の新型車両が出るぞということでプレス発表自体は昨年やらせていただいているんですが、えー、新しいデジタルサイネージということで、えー、各ドアの上に3画面搭載のものが、えー、日比谷線の車両のリニューアルに合わせて、えー、2016年度末おそらく来年の3月ぐらいから入り始めてくる形になります。でこちらはは線線のの新しい車両の例で挙げてありますが日比谷線は 東武鉄道さんの車両も入ってまいりますので、わせて東武鉄道さんも同じような仕様になりますが、えー、多分、ドア上3画面って初めての展開で、広告は左の1画面で変わりがないんですが、右側の業務用の方が、まあ、これからいろいろな海外のお客様も増えてくる、オリンピックも控えて、よりきめ細かいサービスを提供していこうということで、2画面で業務用を展開するような試みの車両が入ってまいります。とということで、えー はい、いご紹介させていたた。だきました、えー、車内サイネージは3画面化が進むかとかいう感じを話していたところでございますが、えー、山本さん、あのー、新型 E235 系窓上が3面でございますけれども、えー、こちらについてちょっと、ね、最後にお願いいたします。はい。はい おとといになりますか、6月8日、ニュースでご覧になった方もおありかと思います、今、一編成走っていますのは量産先行車と申しますが、まあ、あの量産車ということで、山の線に来年の春から順次導入していくという発表を JR 東日本からのリリースがございました、で2020年の春には全山の線がこの新型車両になっていくということで、あのトピックスかなと思います。 であのー、実は1編成しか走ってない山手線にどうやってお乗りいただくかとても多くの方にお問い合わせいただくんですが iOS でも Android でも JR 東日本オフィシャルアプリというのがございましてこれ,のあのこれあのスマホの画面ですけど列車に乗るというメニューから山手線トレインネットというメニューを選んでいただくとリアルタイムであの山手の線が今どの駅に止まっているかというのが分かります。 で通常は矢印、一番右の画面ですね通常は矢印だけなんですけど新しい E235 の量産先行車だけはあの特殊なアイコンがついてます。 ですからあの今平あの今日は午前中は走ってないように私あの見てたんですけどあのちょっと山手線、新しいのを探そうという時にはこの JR 東日本アプリで検索あの、えー、トレインネットを開いていただくと、えー、今、どの辺を走っているとということが分かりますのであの時間を合わせて待ち受けて乗っていただけます、まずはあの実は新型山手線まずはご覧いただいていろいろご意見をいただければと思います。ありがとうございいますはい えー、この新型山手線、現在はあのアドトレイン n、えー、広告貸し切り電車として、えー、運用されておるわけですね、山本さんね、えー。ですから、この、あのー、貸し切り電車が今、どこを走っているかと広告運用のものがですね、えー、どこはいつ走るんだよとよく言われてたんですけどこれによって可視化されててですね、えー、非常に分かりやすい、えー、一,一つの付加価値になっているんじゃないかなと思いますけどね。 あのまあ、いわゆる IoT というんですかねあのこういったところでもやっぱりこの ICT 技術っていうのが使われてましてですから、どんどんやっぱりこれから2020年にかけて、まあ、電車もこんな感じですけどもいろいろとても便利になっていくその中でデジタルサイネージって、まあ、ど,んど,んどんどん進化はしていくかなと思います。はい えー、ということで、えー、お時間になりました、えー、本日はですね進化拡大する電車内サイネージと鉄道国におけるデジタル化の行方ということで三、えー、人の方を交えてパネルディスカッションをさせていただきました、えー、本日は皆さんどうもありがとうございました